皆さんこんにちは。タイヤ一番イーサです。今回ちょっとですね、一段落ついたところでですね、今回プロフェッサーの、SP5 の、ご紹介を、SSR さんの方からしていただきたいと思います。それではどうぞ。こんにちは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 。じゃあまず SP5 の説明をちょっとだけしたいと思います。この SP5 ですね、鋳造の3ピースホイールになるんですけれども、この鋳造でここまで細くできるかっていうぐらいに細く、そして軽くできてるんですよ。で、SSR の一番の特徴としてやっぱりこのデザイン力っていうのがまずありまして、この SP5、こちらに用意してるんですけども、これは GT500 の、 この実際に使われている鍛造のホイールなんですけど、このデザインをそのまま鋳造の3ピースに落としたデザインになります。なので軽くて細くて強いホイールができているわけですね。皆さんぜひこれ持ってみてください。どんだけ軽いか。わかりました、はい、めちゃくちゃ軽いでしょ。軽いですね。18インチの 10.5J なんですけど、めちゃくちゃ軽いんですよ。へ、それをこの鋳造ホイールに落としてますので、このホイールを軽く、なるほど、細く強くできているというわけになります。多分皆さんが多分思っているよりも、持ってみたら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ軽いです。これ本当にびっくりします。はい、でこのホイールなんですけど、はい、タイヤ一番イーサさんに常時展示させてもらってますので、皆さんいつでもお越しいただけたら手に取って見れる商品になりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。